エレーネ・ゲデバ・ニシビリは、ジョージア・トビリシ出身の女性フィギュアスケート選手。2006年トリノオリンピック、2010年、バンクーバーオリンピック、2014年、ソチオリンピックグルジア代表。2010年、2012年欧州選手権3位。聖は、ゲデバ・ニシビリ、ゲデバ・ニシビリ他のカナ表記も見られる。2005から2006シーズン。 初のシニアクラス競技会となったカール・シェーファー・メモリアルで4位に入りトリノオリンピックのジョージア出場枠を獲得。ISU ジュニアグランプリではファイナルに進出する。初出場となる2006年ヨーロッパフィギュアスケート選手権でいきなり5位。また、直後のトリノ五輪でフリースケーティングの最終グループ6人に入ったことで注目を集める。エレーナブヤノは タチアナ・タラソワの指導のもと、モスクワのチェスカ・モスクワでトレーニングをしていたが、2006から2007シーズン中、ロシアとジョージアが関係の悪化により、滞在ビザが不完全と一方的に認定された、グルジア人一斉追放の対象に、10月4日になって、母親が含まれたためモスクワからの退去を容疑なくされる。同月11日に、 ウィーンで開催されたカール・シェーファーメモリアルには、モスクワからジョージアへの帰国途中に参加し優勝。初めて招待されていた ISU グランプリシリーズで、中国杯、NHK 杯にエントリーがあったが欠場。12月25日に、アメリカに落ち着きを草なバイウールを育てたガリーナ、ズミエフスカヤの下で練習を再開。2007年1月下旬に、 ワルシャワで開催された欧州選手権には出場し、ショートプログラム3位、総合8位となる。3月に東京で開催された世界選手権にも出場を果たした。2007から2008シーズンにはロマンセロフに支持改めて ISU グランプリシリーズデビューを果たす。2008から2009シーズンの世界ジュニア選手権よりエレイン・ザヤックに支持し、 同大会では6位に入る。直後の世界選手権では初のトップ10入り。2009から2010シーズンの欧州選手権ではショート、フリートもパーソナルベストを更新3位となり国際スケート連盟の主催する大会で自身初の表彰台に上る。直後のバンクーバーオリンピックではトリノに続く2大会連続の出場を果たした。2010から2011シーズンは NHK 杯で6位、スケートアメリカで7位と、昨シーズンと同等の結果となる。しかし、欧州選手権では順位を大きく落とし8位に、7月にブライアン・ウォーサーにコーチを変更し、トロントへ移った。2011から2012シーズンは、NHK 杯で5位、スケートアメリカで7位。欧州選手権ではトータルと、フリーでのパーソナルベストを更新して、銅メダルを獲得し、 表彰台上に返り咲いた。2012から2013シーズン、欧州選手権では14位。世界選手権ではショートで29位となり、初めてフリーに進出することができなかった。シーズンオフには、コンスタンティン・コスティンとエドアール・プリナーに変更し、アメリカのマサチューセッツ州に練習拠点を移した。2013から2014シーズン、ネーベルホルンハイデソチオリンピックの 出場枠を獲得。グランプリシリーズの後、コーチをブライアン・オーサーに戻した。欧州選手権では10位。バネを効かせた高いジャンプと、体の柔らかさを活かしたスピンやスパイラルに特徴がある。トーループトルッツを得意としており、競技では3から3から2回転のコンビネーションを取り入れている。トリノオリンピックにおいては3回転フリップマイナス3。 回転トーループや3回転ルッツマイナス3回転トーループという難度の高いコンビネーションも飛んだ。また、アラベスクスパイラルから2回転アクセルへの流れも特徴的である。一方、ループは苦手としており、競技では外すことが多い。ありがとうございます。